一つは冷たいやつで、冷たいやつは今こっち側に一杯あるんで、ここにこれ、ここ牛乳を、軽く吹き出すように。さあ、じゃあ順番にやろうか。2回手前に引きます。そう、もう1回、はい、それで2杯分、はい、それで短波で押す。ちゃんと平らに押さないとダメだぞ、はい、そうそうこっち側から向き、覚えておいてな。こういう角度、ほら、こういう角度で、これ向こうからギュッと押してやればカップ立たせる。はい、60のボタン押して、もう一人、もう一人、ちょっとこっち来ようか。だってそこにくっつけてゆっくりやらないと引き出すの。三枚みたいなのどうしよう。で、片方氷用意して。口で言いながらやりたい。全然わかんない。ダメだ。手前まで、もう一回、はい、OK。このぐらいの糸を引いて出るような感じが一番いいです。うるせえな。自分によく言えたそんなことを言った後に牛乳の親善大使って言ってたの。俺牛乳色の親善大使毎日1リットル飲んでますみたいな。あ、それ昔俺だった。俺前飲んでると牛乳美味しいんだよね。美味しい。口開けて寝てちゃんとやれよ。はい、はい。なんか蜜との遭遇みたいな。宇宙人と会いましたもん。うん、なんか上から来るからでしょ。ヒャーみたいな。取られてる。無理だからもう。ねえ、超無理なんだけど。ちょっとあれやってみよう。これさ、あとスキャンダルに取られた。分かんない。